プロボクシングの東洋太平洋フェザー級王座決定戦が7日、東京・後楽園ホールで行われた。同級1位の中野幹事、29イコール、定見イコールが、同級14位のブリックス・ピアラ、22フィリピンに4回34秒 KO 勝ち。初のタイトル戦で王座を獲得し、喜びの涙を流した。3回終了のゴングと同時に左ボディでダウンを奪い、 ティアラはなんとか立ち上がったが、続く4回に左右のボディを連打してダウンを追加。ティアラは泣きそうな顔で悶絶、悶絶、して立ち上がることができなかった。中野は勝利者インタビュー中に、一生懸命やってきた。ありがとうございますと話し、感決まって涙を流した。前戦は5月に後楽園ホールでの128ポンド、約58キロ、契約10回戦で、 WBC 世界フェザー級31位だったサタポーンサート対27回 TKO 勝ち。ボイクサ連続の KO 勝利を挙げたものの、もっとスカッと勝ちたかったと控え室で悔し涙を流した。同じ涙でも今回は嬉し涙に変えた。6月には4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚三31イコール大橋イコールとのスパーリングを2度経験。 プロ初のサウスポーとの対戦だったが、サウスポーの元世界2階級制覇王者、青高弘トレーナー、40の指導もあり、全く問題にしなかった。アマチュア7冠で、鉄の剣の相性を持つ強打のサウスポー。もっと良いベルトを見せられるように頑張っていきますと世界王座を狙う。